ゴビ砂漠の範囲モンゴルウムルゴビンでの風景。ゴビ砂漠を行くモンゴル縦貫鉄道中国での風景。ゴビ砂漠 a ゴビは中国の内モンゴル自治区からモンゴルにかけて広がる砂漠。東西約 1600km、南北約 970km、総面積は約130万平方キロメートルで世界で4番目の大きさを誇る。ゴビとはモンゴル語で砂漠。 乾燥した土地、歴が広がる草原などを意味し、ゴビ砂漠は乾燥砂漠という重複表現だが、日本ではゴビ砂漠で定着している。中国においては古くは、新朝の頃から大漠と史書に記されている。乾海ともいい、乾海砂漠、河壁など、河壁砂漠とも表記される。ゴビ砂漠は、雨雲がヒマラヤ山脈に遮られるため非常に乾いた風が、 吹きつける。ゴビ砂漠は内陸にあるため大陸性気候であり、他の砂漠と比べ非常に高緯度であるにもかかわらず夏である5月から9月までの間の最高気温は45度を超えることもある。しかし冬である12月から3月の間は砂漠の年中灼熱といったイメージとはかけ離れた寒風吹きすさむ厳冬の地である。特に1月末から2月にかけては最低気温が マイナス40度を割り込むことも少なくない。黄砂とは、この地などから巻き上げられ、気流に乗り運ばれる砂のことであり、春先には日本にも多く飛来する。古くから郷土をはじめ、従前、突血、海骨、モンゴル帝国などの活躍の場であり、シルクロードの重要な拠点都市がいくつか存在した。現在は砂漠だが古代には、植物の豊かな地域であり、 大型恐竜が多く生息した。そのため、恐竜化石の世界的発掘地として知られている。卵を抱いたオビラプトルや、プロトケラトプスとベロキラプトルの格闘の化石など、珍しい化石も出てくる。2021年、中国は、ゴビ砂漠に原子力発電所を設置する計画を発表。発電所の原子炉はトリウム溶融樹動原子炉で、冷却装置が 不要の次世代型とされている。ありがとうございます。